下まで下まで、はい、下まで下ろします。いやガシャン、もう一回だ、バスッと。それでは完成したお芝居をご覧ください。どうぞ。ほっぺたが落っこちそうだな。ハローさん、いつもありがとうございます。かたじけない。いや、やっぱりおみこちゃんとこの団子は格別にうまいでござるな。そんなこと言って、どうせ今日もつけ払いなんでしょ。いや、かたじけない。いつになったら払ってくれるのやら。悪者を捕まえれば金になるでござる。例えば世紀の大悪党と九尾の狐とか。九尾の狐？夜な夜な強き侍を求めて京都の町をさまよう狐の面をかぶった侍でござるよ。そんなお強い侍を小春さんみたいな貧乏侍が捕まえられるんですか。貧乏は関係ないでござるよ。それに夏には父の敵が。この店の団子はマジいな。泥団子を食ってる方がマシですよ親分。ちょっと何ですか。あんたがこの店の主人かい。たく、こんなもんを客に出すなんてとんだぼったくり店だな。お代は結構なんで帰ってください。帰ってくださいだ。お前誰に口聞いてんだ。このお方は天下の大商人黒御通様だぞ。まあまあ落ち着け。そうだ、この店わしが買い取ってやろうか。どうせこんな店あんな貧乏侍しか来んだろ。さあ早く店の権利書を持ってこーい。待たれよ。だ、誰だ。白昼堂々の見苦しき蛮行、清き水が濁るぞ。何をわけのわからんこと。おい、やっちまえ。へい。やっほっ。あっとっ、まだあるか。覚えてろ。ムリエマン様、ありがとうございます。なあに、当然のことをしたまででござるよ。あ、中でゆっくりお茶でも。しかし、そこの客人は。あの人はいいんですよ。あ、中で。待て、さっきはよくも邪魔してくれたな。それじゃあ経理をつけるでござるか。いや、うまくいきましたな。あの店の女子、拙者に気を許したでござるよ。婚約でもすれば、あの店は我らのもの。いや、
お侍さんも悪いよのう。話は全部聞かせてもらったでござる。てめえはさっきの、まさかクルだったとはな。貴様には関係のない話。それが関係あるでござるよ。何？拙者あの店の団子が大好きで、なくなると困るでござる。バカが。おい、やっちまえ。へい。なんだ貴様、くらえ。おい、さあ決着をつけるでござるか。今日がお主の命日じゃ、行くぞ。その程度の腕で挑むとはな。拙者に本気を出させるとは。あ？貴様の心頂戴するでござる。心いただきました。いや、やっぱりおみこちゃんとこの団子は格別でござるな。そんなこと言って、どうせ今日も付け払いなんでしょ。今までの付け分でござる。こんなたくさんのお金どこで。悪だぬきが蓄えていたでござるよ。葉っぱに戻らぬうちに。さあ、よし、それじゃあ拙者は行くでござる。父の敵九尾の狐を早く退治するでござるよ。おみこちゃん、また。よし、それじゃあ拙者は行くでござる。父の敵九尾の狐を早く退治するでござるよ。おみこちゃん、また。刀かっこ悪い。ジリエモン様、ありがとうございます。なーに、当然のことをしたまででござるよ。中でゆっくりお茶でも。しまえなかった。しまえなかったから。バカが。おい、やっちまえ。へい。ちょっとすごいな。何それ。今回お世話になった東映太秦映画村さんは、来年2025年に50周年を迎えるにあたり、開業以来初めて全面リニューアルを行います。総事業費は120億円。江戸時代の町並みの一新や新アトラクションや温泉施設の建設など、3度に分けてリニューアルを行います。リニューアルは2028年までの予定で、リニューアル期間中も工事中エリアを除き営業は行います。皆さん、乞うご期待です。